アニメーターの末澤と申します。フリクリ2のエピソード5を今は監督しています。原画を描いたり、最近は2年半ぐらい前から TV ペイントを使い始めて、今回は TV ペイント、基本的にもう紙は30分使ってない作品を作っています。フリクリっていう作品は以前から学生の時から見てて好きだったんですけど、たまたま、監督する機会をいただいたので、それで、フリクリ自体がかなり実験的な作品だったと思うので、いい機会だと思ってフルデジタルで作品をちょっと作ってみようかなと思いまして、アニメーターがちょっと紙だったらできないんだけど TV ペイントを使ってデジタルだったら可能なことっていうのがいくつかあると思ったので、それを試しに実験的にやってみています。今表示されているのが、レイアウトと原画もちょっと混じってますけど、今これ、プロ版なので都心を通してこう見れるようになっています。なんか、コンテはこれだとこのように書かれてるんですけど、これはもうかなり初めの頃に書いたレイアウトなんですけど、これ中に入ってみるともう色が塗られていて、で線は日課って言ってアンチエイリアスが切られているので、このまま仕上げデータとして画面に出すことができます。紙だと動画っていう工程が入るので、仕上げという工程も入るので、原画の人はここで描いた絵っていうのはそのままは絶対出ないんですね。誰かが綺麗になぞったものなので、その時にこう微妙に線一本とかで違った絵になってきてしまうので、特に時間がなくなってきたりするとその内容もわからないとか、社外にどんどん出すようになって、こう元の絵と全然違うものが、初めはきちんと描いたはずなんだけど画面だとなんか違うみたいになってリテイクを重ねていくっていうことが日本のアニメはよくあるので、原画マンがいきなり完成画面で使うセルっていうのを直接描くっていうのをちょっと試してみたいなと思って試してみました。線がこういう風になっていて、これが自分で塗った色を塗ったものですね。そのキャラクターの色っていうのは決まってるんですけど、それをもう好きな色で勝手に塗ると後でその変換するのがすごく大変なので、塗るときは必ずまずその和数の中でこの色から拾ってくださいっていうカラーモデルを作ります。色指定の方とカラーを、色を監督している方とやり取りして決めた、これが色なんですけど、それをガイドラインで今は読み込んでいます。このガイドラインっていうところから画像でファイルで読み込めるんで、それで普通のアニメだと影っていうのはこう描くんですね。こう描くんだけど、このやり方の場合はこの影色を拾ったら描いたところはそのまま影になるので、かなり複雑な形もこのやり方だと描けるで、情報量は増やしたりとかっていうこともできるかなと思いました。なんかこう線がこうぐじゅぐじゅってなったりとか、色がちょっとはみ出したりとかしてるんだけど、その普通のアニメの絵っていうのはすごくこう塗る、そのバケツで塗らなければいけないので、線がこう綺麗に閉じられていて、線が特に今どんどん細くなってどんどんこう細かくなっていってるんですけど、そうすることによって絵はすごい綺麗になったんですけど、逆にこう絵と絵の間がすごくシビアになってきたんで、ちょっとでも失敗するとこう絵が崩れたように見えるんですけど、そんなにシビアじゃないですね、線と線の間っていう感覚が。こう再生していくと、自分でもどこが原画でどこが動画かっていうのが制作上すごい助かったのは、僕が TV ペイントなんでタイミングも一応見ていて、絵の方も見ていて、で原画さんもそれぞれ自分がイメージしたものを描いたらほぼほぼそのまま
画面になっているので、リテイク作画に関してのリテイクはほとんど出ないですね。それが本当にすごいことですね。本当に戦力とか時間も含めて結構普通にやったら厳しかったと思うんですけど、このやり方でやって今のところ作画に関するリテイクはほぼほぼないという感じですね、はい、それをやってもその原画マンの取りお金っていうのは変わらなかったりとか、結局時間は変わんないですよね。その同じ枚数だけなぞるわけですから。なんだけど今回は原画さんがその画面に出る絵を描いたところは仕上げ代とか動画代をその方に枚数分還元したりとかっていうことをやったので、みんなその今までのやり方だったら稼げなかったんだけど、今回のやり方でこう結構みんな全体の進みがすごい早くて、制作含めてびっくりしてましたね、うん、よく見るとこう顔は同じものを使ってるんですね。ここの鼻のあれを見ればわかると思うんですけど、こう同じものをこう角度を変えてこう動かして、うん、それは TV ペイントの、まあ、これでこう貼っ付けたり、ここをこう囲んでこうちょっと動かしたりして、それで動きをまず作って、で、まあ、それを下に敷いて清書するときに、次は、清書するときはコピペではなくてもう一回自分でこうなぞったりとかして調整することで自然な感じになったりとか してますが、初めのこう動きの設計は完全にこうコピー&ペーストを動かしています。こういうのとかは本当にこういう線の描き方だったり、こういう影の付け方っていうのは普通にこう色トレスで区切ったやり方だと多分絶対ありえないようなあり方なんで、これもだから原画マンが線も塗りも描いてるからできることなんですけど、例えば髪の毛はこういう線でこう描かれてるんだけど、塗ってる時にもうちょっとこう毛の束をこう増やしてこう濡れて顔にこう張り付いてる髪の毛みたいなのを描き足していったりとかっていうのが、塗ってる段階でこの髪の毛とかなんですね。これは紙で描こうとするとその線を描いてその後こう色でこう描いてっていうのはすごい上手いアニメーターできるんですけど、やっぱり自分のキャリアで自分の能力でその紙を使って同じようなこの画面が作れたかっていうとちょっと自信ないかなと思いますね。そこまでこう初めにちゃんとイメージして手順を踏んで描かないと、この紙っていうのはなかなかこう戻るのができないので、うん、早いのと、うん、この肩に当たってこうバラバラバラってなってるもの、うん、からこの体に沿って流れるこう涙みたいな水があって、であとはハイライトですね、これは、うん、でキャラクターがあるっていう感じなんで、でこれは透明でちょっと動き、まあエフェクトはありますけど、動画はもう挟まないですね。このまま仕上げに出して、そうですね、色指定の方に、じゃあ水はこの色にしましょうみたいなので変換してもらったら、もうそれがその画面に出るっていう感じなので、この代わり外に頼めないんですよね、うん、その自分たち独自のルールっていうかやり方なので、こことそこも10メートルないところでやり取りができるデータだし、こっちで何かをしながら向こうでダウンロードしてもらって進めるとかっていうこともできたりします。なんで紙でこうやって、やっぱりこう素材が増えれば増えるほど管理が大変になったりするので、そういうのも含めてすごい予想以上に早かったですね。作業画面になるまでが早かったです、うん、裏塗りっていう作業がありまして、うん、影がどこが影か分かるように、それを絵を描いてるっていう感じが、うん、で自分がどういう絵を描いてるのかっていうのも含めてみんなが分かるんで、それはすごい
良かったですね、うん、目線とかでそのやっぱ線で描くと最終的に目線がどうなるかって、うん、こうよほどこう上手な人じゃないとうまくいかないんですけど、今回はこれで自分でできるんでやりやすかったですね、うん、先にノーマルを大まかに置いていってからこういう風にやったりとかっていう風にしてましたね。そうするとだんだんできていくっていう、うん、これも色彩さんとのやり取りになったんですけど、うん、その塗り分けが分かるようにこういう風にこう塗り分け3個っていうのが出るんですね、うん、仮色って言って、うん、その極端な色で一度塗って、うん、まあ、肌色が肌色じゃなかったりとかするもので一度塗って間違いがないかを確認してから色を変えるっていうのがあって、うん、一度なんか女性の方たちから、うん、この仮色で塗るのはどうですかっていうのを言われたんですけど、うん、なんか多分それは 絵を描いてる感じにならないのでダメですって言ったんですよ、うん、あの自分で勝手にこのキャラクターは髪の毛がなんかこの色だろうと思ってて、うん、テレビ見たら全然違う色でびっくりしたみたいなことが動画時代にあったので、その動画の子が面白いって言ってくれたのはすごい嬉しかったですね、うん、今回多分動画の子が楽しかったっていうのはそれは大きいんじゃないかな。